はい、どうもガクチャンネルのガクです。今日はね、このマビックエアの方の、撮影自動撮影モードの方をね、ちょっとやってみたいなと思います。説明をね。で一応、このタブレットの方ね、こちらの方も画面キャプチャーしてるんでね、その映像もちょっと出しながら、こうね、解説ができたらなと思ってます。まあ、自動キャプチャーモードね、私もあんまり使ってないんで、ちょっと案内とかね、間違えてたらまたコメント欄でもどんどん入れてください。まあ、あくまで私もプロじゃないんで、素人なんでね、よろしくお願いします。じゃあまずね、クイックショットのモードの方になりますけど、まず一番最初にドローにね、斜め上にグーッと上がっていくモードになりますね。こちらの方はメインのそのモードを選ぶのと、あとサブメニューみたいな感じで後方へ飛行していく距離がどのくらいの距離まで行くかっていうのを設定できます。最小が、10メーターね、最大が200メーターになってます。だから、ちょっとこっちに、後ろがね、後ろのスペースが空いてないといけないので、はい、で今後方10メーター一番最小の分にしてみました。これでね、撮影するときは私今ターゲットのポイントになってますけど、ターゲットを選ぶとカウントダウンが始まって自動的に飛んでいきます。この時に一時停止ボタンね、これは必ずボタン指かけておいてください。キーとかにね当たりそうになったらすぐ止めます。で基本的にもう撮影が自動で始まって終わって、終わったら録画止まる。で飛行機は最初開始したとこまで戻ってくるというね、設定になってます。ちょっと位置ずれしてるな。で高さもね、高度もね2メートルくらいやったかな、ないと、この自動撮影モード自体が起動しないという感じになってますね。はい、じゃあ次ね、サブメニューの方から後方飛行距離、こちらの方200メーターにしてみます。じゃあこれで開始します。まあ、距離はね行くんですけどね、その分で、角度がちょっとなだらかになります。なので上がっていく角度が違うっていうことだけ、ちょっと分かっといた方がいいかも分かんないです。で 200m なんでね、結構行きますよね。本当に後ろ何か障害物がないかどうかもしっかり確認をしとかないといけません。どこまで行くのかな。やっぱりね、これ遠くなってくるとね、ちょっとねこの距離感がつかみづらくなるんでね、やっぱりちょっと心配なんで一回止めます。まあ後ろね、別に遠くの方にちょっとね山があるんですけど、ちょっと距離感がねつかみづらくなってきたんで、もう途中で止めちゃいました。まあ要するにどのくらいのラインで飛んでいくかっていうのは開けたところでね、ちょっと確認をしていた方がいいと思います。特にこう距離をね今 200m とかにすると結構こうね、最初が特になだらかな感じで、上がっていくんで、まあそういう違いがね結構あるので、そこをねちゃんと分かっとかないといけませんね。はい、じゃあ次ね、ドローニーの次がよいしょ、サークルね、サークル。これはね、要するにもうくるくる回るだけなんですけど、横にね、物があったらいけませんね。はい、大体まあジンバルのこう位置調整などをして対象物ね、撮影対象物を、タップします。そうするともう撮影が開始されます。でさっきも言いましたけど、一時停止ボタンは必ず、手をかけた状態でやってください。でマビックエア、ね、前と後ろのセンサーかなり優秀です。だけど横センサーついてないんでね、特にこの回転する動きの時はちょっと気をつけてあげないと危ない場合があります。で一周くるっと回って大体同じ位置で止まって撮影も止まると、ね、いう感じになってます。まあ、自動でね、撮影がこう止まったり開始したりするのはすごい楽かなというふうにも思いますけどね。はい、まあ、こんな感じです。はい、このサークルも基本的にサブメニューで時計回りに行くか反時計回りに行くかっていうのでね、その選択はできます。
メニューをねもう一回押すと出ます。こんな感じでね、サークルって書いてポチッと押すとこう出ますね。はい、じゃあ次ヘリックス、これはねくるくる回るんですけど高さもこうね上がっていくようなモードになります。これもちょっと気をつけないといけないのが横にね動くんで、そのあたりも気をつける必要がありますね。これも周りちょっと気があるんで途中で止めるかもしれません。ちょっとやめます、角度的にね、角度的にちょっとしんどいな、角度的に本当はもうちょっと開けたところでやれたらいいんですけど、よいしょ、これでどうかな。ちょっとこれでダメだったらね、ちょっと高度上げたところからやりますね。あーちょっと怖いな、ごめんなさい、ちょっとね無理そうだからもう木とか障害物がないところね、ちょっと後ろ下げようか。ただあまり下がりすぎるとね、この撮影する対象物ね、今グリーンの丸で、チェックされてますけど、これがね、もうチェックされなくなったらね、撮影モード自体開始できないんで、今開始しましたけど、もうこの高さだったら障害物ないんでね、はい、一応一時停止ボタンだけは指は置いてますけど、はい、こんな感じね、ぐるーっと回って、ぐるーっと回りながら、ちょっとでも距離が離れすぎてるから、なんかこの本当のこのね撮影モードの醍醐味みたいなものは若干なくなっちゃってるような気はするんですけどね。本当は野球場みたいな、なんかこう広いとこでやれば結構なんかこうね、いい絵が撮れそうな感じはしますけど、うん、はいなんか適当な紹介動画になってるなまあ僕の動画あんまり結構適当な感じが多いんでごめんなさい、そんなあたりを許してくださいね。はい、ね、どうしようかな、このくらいがいいかな、よいしょ、はい、じゃあくるくる回るの終わりました。次ロケットね、ロケット行ってみます。これも基本的に真上に上がっていくようなモードになるんですけど、若干後ろに下がるのかなくらいの動きになりますからね、まあ、ちょっとだけ気をつける必要はあります、後ろの方ね。はい、まあ、基本的には上に上がっていきます。ぐーっと、あーちょ待って、間違えた多分、そしたらねちょっとバッテリーを交換しますからちょっとお待ちくださいね、一回止めます。はい、どうも、バッテリーのね、交換を、しましたね今ね。じゃあ、続いていきます。どこまでやったんかな、とりあえずクイックショットの方の、あ、そうそう、ロケットまで、あ、ロケットをねちょっと失敗したんでしたね。ちょっとロケットやります。ちょっと高さを上げてこのくらいでいけますね。はい、じゃあロケットいきます。あ、これメニュー選択してなかったんですね。はい、ロケットです。基本的には上に上がっていきますよ。後ろっていう、後ろじゃないな、自分の方にちょっとね来る感じかな。だから止まってるところからこう自分の方に来て自分の真上ね、多分映す対象物の真上に上がっていくっていう感じになりますね。適当だな、でも正直このあんまり自動撮影モード本当にね私あんまり使わないんでね、ちょっと不得手なところ、説明不得手なところはあるんですが、そこはもうちょっとご愛嬌ということでよろしくお願いします。またね詳しい方からご指摘もいただくかもわからないけどそこら辺はもうどんどんズバズバ言っていただいたらねいいかなと思います。ちょっと楽しくね私はねやっていきたいなと思ってやってるんで、はい、でクイックショットね、今のがロケットね、ですね。で次コメット、
コメットはね、自分のね真後ろにね空間がないとダメなので、こっち行きましょうか。よいしょ。横にもねちょっと行きますから、こっちに行った方がいいかな。この辺りで行けるかな。もうちょっと高さやっていきましょう。はい、コメットはこうぐーんとこうね、自分の後ろの方に高さと空間がないとちょっとしんどいですね。ちょっと一回やってみます。だから横に木があったりするとこれもちょっと注意する必要がありますね。違う、ロケットモードなんていうのモードの切り替えを多分ちゃんとできてない。よいしょ。コメット、ブーメラン、これどっちが正しいんですか。ブーメランですかね。なんとなくブーメランっていう方が正しいような気もするけれども、で横にぐーっと動きながら斜め上にねこう高く旋回をしながら上がっていきます。だこれも横方向ねちょっと気をつけないと、センサーも何もないですからちょっと怖いとこですよね。はい、はい、まあこんな感じですね。はい、これが、コメットね。これもね、時計方向反時計方向ね、切り替えるモード切り替えが一応、ありますね。はい、次アステロイドね、ちょっと行ってみます。このコメット、ブーメランとアステロイドがこのマビックエアでね追加されましたね。はい、これはちょっと ちょっとだけ後ろに空間いるのかな。あとはもう基本的に斜め上に上がっていく感じになっていきます。モード切り替えちゃんとなってるかな。なってるねめっちゃ適当な感じになっちゃってますけど、はい、上にグーッと上がっていって、ある程度高さ、規定の高さまでいったらそこで、機体が静止して、で静止画をこうね、360度、撮った状態ね、それで撮影をしてからそれを合成するね、でそう合成したものとこう上がっていったもの一連をこう一つの動画としてまとめてくれるのが、このモードになってますね。だから何て言うんですか、すぐにこう動画をね、投稿する、まあ、インスタなんかで投稿する場合には、こういう風なモード、まあ、音楽とかもね、まあ、編集してつけてくれたりするのもあるんで、簡単に、そういうのができるというのは、まあ、いいんじゃないでしょうか。まあ元々のね、あの SD に保存されてるやつをこうね、編集するっていうわけじゃなくて、キャプチャーしてるやつをね、まあ、すぐにこうアップするんだったら、キャプチャーしてるやつから編集になるんで、ちょっと画質は落ちますけど、あと電波状況も悪かったらね、ちょっと画像乱れたりはするんですけど、まあ、簡単にね、インスタとかそういうものに投稿もできるという感じになってます。ちょっと、はい、はい、これですね。で、これで、まあ、一応ね、クイックショットの方は終わり。はい、次、アクティブトラックね。これも3つ、モードがあります。ちょっとコード下げましょうか。はい、私を映してね。はい、3つモードがありますね。トレース、プロフィール、スポットライトね。で、トレースっていうのは本当にまあ一番ベタなやつですね。自分についてくるやつです。だからこれはね、これもなんていうか、まあ自分の自分のこうね、まあ画面のところを見てもらったらどういう風な旋回をするかとかね、こういうのを決めれるようになってるんで、ただまあなんていうか、この横にね動きを加えるとね、結構ね、なんていうんですか、やっぱ木とかそういうのが気になったりとか、本当に開けてるところでね撮るんだったらいいんですけど、例えばこれをこう結構ねパーセンテージ上げていくと、こう旋回をねぐるぐるしながらこう、まあ、私が動くとそれにさらについてくる、目回るかな、こんな感じです。まあ反対にやると反対回りになるとね、こういう感じです。はいね、だからまあまあ本当にベタに動いたら機体もこう、例えば機体に近づけばバックもするし、まあ離れれば前進してくるし
っていうね動きをします。これがあのアクティブトラックのトレースモードですね。で次、プロフィールね、これはどちらかというとこう横にスライドする感じ、まあ、壁ができる感じになります。まあ今私対象にしましたけど、こう動くと近づくと機体は遠くなるんですけど、さっきみたいに旋回という動きは全くないです。壁がある状態みたいな感じね。だから横に行くとこう横に動く。だからあのイメージとしてはあの映画撮影とかでレールをね引いてカメラこうスライドして動かしていく感じ。だからこういう風にこう横にね動くような動き、こういうものを撮るときにあのやるモードです。まあちょっと私ね今ちょっと近すぎるとこでやってるから本当はもうちょっとね離してやるとまあいいんだと思います。こういう動きね、こういう感じね、こういう感じの動きね、ものを撮るとき、な車なのかバイクなのか、そういったものですね。まあこれもあんまり近すぎるとあのちょっと対象を見失ったりとか、あのかなりこう自動でも映像ブレたりするんでね、まあちょっとあんまりおすすめはできないですね。で最後スポットライトモード、これ何かというとあの空中にも三脚を置いて機体をそこに固定した状態で撮影する。だから機体自体は動きません、モードを開始するとで対象物選びます、はい、そうすると私が近づいても機体はあの離れていかないです。だからあんまりこう真下に行って通り過ぎちゃうとあの見失っちゃいますね、対象物ね。だから横にも動かないんで、こう横に動くと、その状態で撮ってくれます。ただだから逆にこう離れていっちゃうと機体は追いかけてくれないんで、被写体自体はあのちっちゃくなってしまいますね。それにあのあまり遠くに行きすぎると見失ってしまう場合もあるので、まあ空中に三脚を置いて本当にそこのポイントから撮りたいんだっていう場合にはこのモードはいいと思うんですね。そういうモードです。これがスポットライトモードね、はい。でこれでアクティブトラックが終わりなので、次がスマートキャプチャー。これはね面白いですね。ちゃんと言ったかな、言ったのかな。スマートキャプチャーモード開始 OK、これで私をね対象として認識をしてくれてるんですけど、これもね今これ画面見てもらうと手のひらを開けて片腕を上げてくださいとこうなってますが、これほら認識してくれないでしょ。これ手袋をはめてるとダメなんですよ。あの多分ね色とかも認識してるのかな。これ手をねほらわかります、今認識してるのわかります、これ手をね。そうなんですよ。だから手袋はめてたらできませんね。だから基本的に手を突き出して右とか左にやるとこう、前も映像でねちょっとやりましたけどね、こういう感じで動いてくれます。で斜め上にこうやると機体がこう上がっていってくれないかな、なんかね。でもねやっぱりねなかなかうまく動いてくれない時があります。多分高さも決まってるのかな、これ上に上がるでしょね。でちょっとあんまり下がね環境良くないからあんまりしたくないんですけど、こうやってギューッとね、あちょっと一応ホームポイントにやりましょうか、はい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 よ、はいはい、ホームポイントそこですよ、はい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 。でちなみにこう両手を出してこう開くと後ろに下がって、こう閉じると前へ行きますね。だからこういう感じで一応ね、設定ができます。でもうここでいいか、ちょっともうちょっとこっち、もうちょっとこっちで手をねこう下げると、こうやってずっと下げてると着陸してくれます、はい。なんとかホームポイントに下ろすことができましたね。この状態もまだ私トラックしてるので、手を下に上げ、あの下にした状態でずっとやってると次離陸しますね。正直私スパークを持ってないので、スパークはちょっと多分、まあ、こっちのマビックエアの方がね最新なんで優秀だと思うんですけど、まあ、どのくらい精度が違ってくるかとかはねちょっとわからないですね、はい。一応ね、手を認識した時は機体の方
でね、ランプが光ったりしてくれるんで、それで認識してるかっていうのは状況が分かりますね。はい、でこういう状態ですね。はい、よいしょ。はい、あとね、ちょっと今も解除しましたけど、こうやったら写真を、じゃあこうやったら写真撮ってくれます。でこうやったら動画を開始、もう一回やったら止まる、ね、停止、とかね、そういう感じの、撮影のモード、もありますね。撮影することができますね。その他あと、トライポッドモードね、これはね、すごくね、撮影するのには向いてますね。動きがすごくゆっくりになるので、滑らかなこうね動画撮影っていうのができるようになります。まあ逆を言えばね、あまりこうスピードある映像は撮れなくはなってしまうんですけど、あまりね、なんていうんですか、正直機体が右左とかね、旋回とかも素早くやるともう見てたら寄ってしまうんで、まあ、私はね結構このトライポッドモードを使ったりはします。あとはもう一個あるのがこのシネマティックモード。これは何かと言ったら、これも滑らかな動画を撮りたい時に使うんですけど、動きはねさっきのトライポッドモードよりもちょっと早いです。で逆に旋回とかが結構ね、なんていうんですか、すぐにクイックにできなくなります。だからブレーキも効きにくくなるんで、カクンとした映像にはならないですね。こう後ろに下がってても今スティック離してもこうなかなか止まらないんです。あ、今ちょっとセンサー働きましたけどね、こう起き出てスティック離してもほらふわーっとこうね流れていくような感じになってしまいます。だから逆に旋回も大きな旋回になってしまうんで、周りにちょっとね危ないものがあるときはあまりおすすめはできないモードにはなるかなと思います。ただ滑らかな映像にはなりますよ。急激なこうカクカクっていうね動きに、機体自体がならないんでね、そういうモードになってます。はい、一応ね以上になりますかね。 あとまだあるな、タップフライ、これはねまあちょっと今ねこのバッテリーがまたね、次 iPad のバッテリーがなくなってきたんで、ちょっと後でねもう一回、撮ります。はい、どうも、やっとねこの iPad のね、充電が、終わりましたね。まあ終わったっていうかまだ 60% くらいしかできてないんですけども、ちょっと続き撮っていきます。次がタップフライね、タップフライ、これは私もほとんど使ってないんですけどね、一応まあ説明だけします。これもメニューが4つあって、まずフォワードね、まあ、これも案内出てきますけど、例えばそうだな、まあ、ちょっとカメラを上げてね、ちょっと向きをこっち持ってって、こう画面でね、タップすると、こっちの方向にね、まあ、飛んでいくような感じです。ただ、まあ、上とかね、下とかこう自動的に前進はしてくれるんですけどね、そういうのでこう何て言うんですか、調整が効くようなモードですね、タップフライ。基本的にゆっくりそっちに前進していってくれるような感じになってくるので、まあ、例えば、右とか左とかこうね、まあジンバルのこうね操作だとか、そういうものにこう集中して操作ができるので、なんていうんですかね、まあ撮影する時のちょっと、手間が省けるっていうかね。そういう風なものに使ってもらったら、まあ、いいんじゃないかなという風にも思います。で次がリバースね、でこれはもう、後方にずっと、さっきのが前方っていうかね前でしたけど、これが例えばこうやって、よいしょ、はい、リバースね、これで、はい、でそうするとずっとね後方に飛んでいてくれます。例えばこれでね、上昇キーを入れると上昇で右左ね、
こういうキーも効きます。基本的には後ろにずっとこう勝手にね進行していってくれるので、まあこれも撮影の手間が省けるので、まあ何ですか、自分がジンバルの操作とかね、あと右左、まあ用とロールだけコントロールすればある程度撮影ができるんで、まあそういうふうな補助に使う機能になりますね、これもね。でフリー、これは方角がね決められているような状態の分で、ここも書いてますけどね、カメラ調整できますということで、これもちょっとやってみましょう。はい、こんな感じです。ずっとね、こっちこっち、まあ、ずっとこれも別に、ああ画面がね、なんで電波干渉をしてしまうのかわからないんですけど、よいしょ、ね、で今ちょっともう一回やってみましょうか。例えばこれでこっちをこうタップします。で右とか左とかね、こういうふうに、旋回もロールもできますけど、ロールしてても一方方向にずっと進んだ状態のまんまになってます。わかりますかね。こうやって、目的地を決めてあげると、ロールをしても同じ方向にずっとまっすぐ飛び続けます、ね、だから旋回しながらね、こう例えば被写体を追っていくような場合にまあいいでしょうね。例えば、ポイントを向こうの方に、落として、で私の方向だけね、こう、ロールだけしながら、こう被写体をね、撮影し続けるなんていうね、ちょっとずれましたけど、はい、こういうふうなものには使いやすいのかなと思います。はい、であともう一個が座標ね、これもポイントをこうね決めてあげると5、ね、こういうふうに飛んでいきます。でこれもポイントをどん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 ね変えてあげることができるので、ちょっとこっちにしましょうか。そしたら、こうポイントをねやって GO とやれば、でまたポイントを違うポイントやってね、こうどんどんこうポイントを移していってあげることができるっていうね、こういうふうな、今ちょっと低いね、まあ、広場みたいなところでやってるんであまりイメージつかめないかもわからないですけど、結構高いところにね、やって何かこう建物建物順番にね、撮影していく場合なんかは、こういったモードも、使えるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、まあこれはあくまで撮影の補助機能なんで、まあケースによっては使う人によるんじゃないですかね。使いたいなっていうかね、いう人は使ってもらったらっていう機能だと思います。私はあんまりねちょっと使わないですね。で最後がポイントオブインテレなんとか何かな、これもうそのままターゲットからターゲットをポイントとして、まあ、ずっとぐるぐる回ってくれるんですよね。でさっきも自動モードでありましたけど、これはまあポイントとどのくらいの円で回るかっていうのを決定したら、あとは手動でコードも手動で選べますし、まあそういうふうな形のものですね。で高さがねこれも5メートルかな、今コードが4、5、あもうちょっとかな、あ5メートル、5メートル超えたらね、数字のところね、今キャプチャーしてるのを見てもらったら数字のところがね、青になったら、OK、撮影っていうかね、このモードが使えるというモードになります。じゃあね、ちょっと真下にジンバルというかカメラ向けて、例えば私をこれ真下にいてます私ね、この状態で、この右側のメニューポイを記録しますって書いてるやつですね、これを押して、で今高度は6メートルで、今記録したんで、ここから実際飛行実際ねこうドローンをちょっと離します。で3メーター、4メーター、5メーター、ちょっとき、あ6メーター、うん OK だ、6メーターでこれ青くなったでしょ数字がね。でこの状態で、例えば適用しますっていうのを押すと、今もう旋回が始まりましたね。
まあ、こんな感じで、自動で旋回をしてくれます。で高さの方とかもうここで、入力するとか、ここで、マニュアルで、キーを入れるとかすれば、コードの方もこういう風に変えることができます。ただまあセンターはね、自分でこうやって合わせてくれてるので、例えばジンバルの、操作、あとコードとジンバルの操作だけ合わせてこういうふうにね、やってあげるっていうことをすれば、まあ、ある程度対象物に対してこうくるくる回りながら、綺麗な撮影ができると。で、画面の方をタップね、すると、まあ、逆に時計回転、逆時計回転っていうのも、これでね、制御ができます。ただもっとね、例えばこのくるくる回るのが撮影苦手な人はね、こういうので撮影をしてあげたら、綺麗にね、撮れるかなと。本当に高度とね、で距離もね、今ちょっと後ろ木があったりするんであんまり遠くはできないですけど、この、円周っていうね、ぐるぐる回ってる円の、円周の方も変えることができますね。近づけることもできますし、遠ざけることもできます。それはコントローラーの方で、することができますね。はい、というような感じです。はい、よいしょ。一応ね、モード的には、これで終わりですかね。はい、ね。で、あと一つ、ちょっとこれもこの前ねやっててね、やっぱりこの Mavic Air のすごいところっていうのが、この APS ね、今までは例えば自動でゴーホームかかっているときに、例えば物があったときに自動回避しますよとかね、そういう機能は結構あったんですけど、例えば手動でやってるときにこの APS 一番ね左のメニューになりますけど、これをやってると、例えばこういう状態から、まあ私がもう実験台になりますけど、まっすぐ前進しかしてません今。あ、これは止まっちゃいましたね。ちょっと速度がありすぎたのかな。ちょっとゆっくり行きます。もうちょっとゆっくり行きます。あれ止まっちゃったな。あれ止まっちゃったな。これね、自動回避も機能があるんですよ。それがね、何かおかしいかな。いや大丈夫なの。多分ちょうど微妙な位置だと、あれ止まっちゃうな。何か設定がおかしくなってんのかな。ちょっと、まあ今もね、十分センサーが効いて止まってたんでいいんですけど、こうね来た時にね、あ、止まります。あ、ちょっとモードが作動してませんでしたね。これでこう来た時にまっすぐしかキーを入れてなくても、うん、あれちょっとなんかおかしいですね。なんでかな。ちょっと一回下ろしましょうか。でもう一回、はい、離陸さします。それで、私の方を撮影をしていきますね。これでまっすぐねこう来るとね、ビジョンのステレオカメラでね私を認識してね、自動でね避けてってくれるはずなんですけど、避けないの。なんでかな。通常モードなってるし、ちょっとねこれちょっとまた別の機械で試しします。この動画すごく長くなっちゃってるんでね、あ、着陸より実はねもう前にね動画撮ってたんですけど、まあ、今回一緒にももう一回撮り直してね、この機能の説明しようかなと思ってたんですけど、ちょっとうまく機能しません。まあでもこんなこともあるので、ドローンね、なんていうんですか、その機能がちゃんと働くかどうかっていうのはね、
前できたから今日できるっていうものでもないので、そこら辺はね毎回ちゃんと確認をするとか、あんまりその自動の機能というかね、そういうのをあんまり信用しすぎないようにね、それは気をつけてもらった方がいいのかなと思いますね。そしたらね、ちょっと長々、長い動画になってしまいましたけど、またね、こういった関連の動画ね、上げてますんで、またぜひね、もしよかったら他の動画も見てください。チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。これからもね、応援よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺りで失礼します。さようなら。はい、ちょっとね追加でこれだけ撮っときます。さっき機能がね働かなかったんで、なんでかなと思って、今機体と、コントローラーも全部、コントローラー入れてないか、アプリも立ち上げ直したんですけど、いきますね。今ちょっと試したらいけたんで、まあ、前進しかしてません、前進しかしてませんけど、あ、ほらね、自動で、避けていきます。まあ、こういう感じね。あ、警報が鳴ってる。ちょっともう一回だけ、こういう感じで、まっすぐ来ます。そうすると、まあ、避けてくれると。まあこういう感じね。まあこれも安全機能の一つとして、今回からね、まあ入りましたね。だから、はい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 、ちょっと下ろしましょうか。はいはい。なので、まあこういう機能ね、一応なんていうかおかしくなるっていうかね、動作ちゃんとしないってこともあるっていうことだけね、分かっておいてください。それじゃあ。